はい、どうもお疲れ様です。ボイスファクトリーのアンドライドのお時間になっておりますね。はい、本日もちょっとバーをあいつで飲みながら P さんと語ってるところでございましたけど、はい、本日もお付き合いいただいてあ、いらっしゃい P さん今日も飲んでいくのいや、飲んでますね。お疲れ様です。さあ、この一本で何のお話ししようかなってちょっと P さんとね、飲みながら話してたんですけど、うちの動画で最近、まあ、ご好評いただいてますターさんのライディング、はい、ね、ライディング研究所すごい、はい、うん、あれはもう分かりやすくて面白いって。面白いです。ただあれって、ね、誤解のないようにお話ししときたいけど、あれはサーキットでこそ検証できる話で、ちょっと最近コメントなんかでもよくいただいてたんですけど、ただ街中走る時にはどうなのっていうようなことがあったわけですよ。当然街中をこう行動を気持ちよく走る時に、ちょっとやっぱりターさんの言うライディング論とは別のテクニック論があると思うのね。それを言ったらやっぱりサーキットギャンギャンに、まあね、ターさんなんかだって普通よりはとてつもなく上手な人だと思うけど、やっぱり公道で走る時は、じゃあ安全運転する時どういうことを心がけるのって言ったら、スピードを出さないとかさ、結局あれほどのテクニックを持っていても、街中を走る時安全に走るためにはスピードを出さないということがまず第一条件になるわけで、まあ、前もお話ししたかもしれないけど、世界グランプリを走ってきた、ね、有名なライダーが公道の事故で亡くなられてるみたいなこともあって、まあ言ったら何ですか、別物なんでしょう。多分公道を上手に走ることとサーキットを上手に走る、でサーキットで上手に走れる人が公道を走る時に安全運転心がけてね、スピードを出さないように走れば、そのサーキットでのテクニックっていうのはその安全マージンを高めるための役には立つんだと思うんだけど、結局スピードを出してしまえばみたいなとこあるんだよね。で、今日ちょっと P さんにもいろいろ話聞きたいのがさ、P さんはほら大型の大きい車転がしてお給料をいただくという、はい、まあ本当公道のね、スペシャリストというか、公道を安全運転するスペシャリストというのね、ご意見を お聞きしながら、まあ、僕も二輪の立場からねお話ししていきたいなという一本になっておりますけど、なんかありました最近、街中を安全運転するために上手に走るためになんてコメントよくいただくんだけど、皆さんなんかある、そう、なんかこうしましょうかみたいな。それはカテゴリーから言うと、うん、僕はまあ原に乗ってたでしょ、原付き2周を転がして、はい、うん、でまあ、僕は人の運転を信用しないタイプなので、はい、そこは僕も同意見です、ね、でまあなんだろう、あんまり左につけないとか、急に左に曲がってくるやつっているじゃないですか、ウインカーをつけずに車が、うん、車もそうですし、まあ大型もそうだし、バスもそうだし、まあバスはね、ちょっと違うかもしれないけども、そういった何だろう、人の運転はあんまり信用しないので、だから距離を置いて僕はバイク乗るときは走りますね。あ、まあまあ車間距離を空けてとか、うん、ね、大きくトラック、まあ例えばトラックにあんま近づかねえとか。そうですね、でトラックの運転手さんもまあプロですけど、ちょっとこう左にこう締められたら、あ、この人僕の存在を知ってるんだなって、だからちょっと左に寄ったんだなとかっていう、その予測運転、それを無理に俺は右に出てガッとはいかないですね。いや、大きい車乗っててさ、バイクの動き知ってる人ってさ、左折するときにちょっと寄せてオートバイが割り込めない隙間を作って、はい、巻き込み防止したりとか、そういう、ね、アクションあるじゃん。ありますね。うん、ね、そこになんか分かんない二輪がまた巻き込まれてしまうみたいな。そうなのよ。予防策に
予防がなってないみたいな事故が起こったりとか、そう、だからこれはあのタミフルが効かないっていうねっていうさ、ちょっとそれ分かりやすいんだなとかよく分かんないんだけど、そう、ね、事故を予防するための動きだったんだけど、そうなんです、なんか二輪の方が分かってないみたいなとか、そうなんです、二輪乗りの立場としては四輪に巻き込まれたくないからこういうアクションだったんだけど、なんか四輪に追突されるとかもあって、だなんだろうね、なんかちょっとルール統一できねえかなみたいなとかさ、ちょっと思うんだよね。で僕はほら四輪も二輪も乗るし、まあ、もちろん P さんもそうだしね、はい、P さんなんかはもうだって大型免許バイク持ってるし、まあ当然車の方だってもうね、でっけえの転がすスペシャリストなわけだから、どっちもしてるわけじゃない。どうなんだろうね、なんつうかさ、こうでそこで四輪と二輪でまた喧嘩してるのも不毛な話でしょ、見るじゃん、そうなのよ、どうかなんかさ、だから、ね、お互いにね、もうほら免許を持った時点でもうプロなんだから、お名言です、ね、もうプロドライバーですよ、はい、原付の免許を取ったっつったって、うん、もうプロです、うん、現にのね、小型取ったって言ってもうプロなんだから、だからプロ意識を持ってね、もう何だろう、まあ、バスだトラックだ、うん、タクシーだ、そうです、もうそうだけど、あとは普通に乗用車だ原付だったって免許交付されて乗る以上はみんなプロだという、もうみんなプロなんです、アオルだのなんだのとかじゃなくて、うん、ね、プロ意識を持って皆さん運転してもらうというね、だまあ、そうなんだよね。で僕なんかもまあ、ちょっとまたね、今度 P さんともこの話をして、具体的なじゃあどう身の危険をかわすかみたいな技術論みたいなのってあって、それってオートバイを上手に操るテクニックとかじゃなくてさ、例えば俺がすごく気にしてるのは本当にもう街中走る時に、カーブミラーの意識とかさ、子供が飛び出してくるかもしれないような場所のこの想像するこう、はい、かもなみたいな意識の運転とか、うん、あとはバスを追い抜かす時なんかでも俺そのステップの下の方から人の足とかさ、はいはい、見たりとか、はい、言ったらバス降りた人がバスの前から渡ったりするんだよね。そうですね、それを引いてしまうと、バスを追い抜かす時にだから想像力のなんていうかな、こうでさっき P さんが言ったそのトラックが幅寄せしてきた時のアクション、ええ、左曲がりてえのかみたいなとかで閉めてるんだってとかさ、その意外なほど右折しようとしてる車はバイクがビューンって来てるのがスピードがねまだ大丈夫だと思って来るけど、右直の事故って多いじゃん。そうですね、二輪のスピードの出しすぎとか、うん、はい、でなんかたまに路地から車がブーンと出てきたんだけど、そこに行かせてやりゃいいのに加速する車みたいな。いやいやいや、お前今